はいどうも、ゆのです。ってことで今回も SCP 収容施設建設物語、やっていきたいと思うんですけども、見てください、見てくださいよこれ、家の中が寂しかったのでクリスマスの装飾をしてみました。いやまだ12月にすらなってないけど。早すぎね。まあ、私にとってクリスマスなんてあってないようなものですから、いつやってもいいんですよ。そうか。で、見てくださいこれ、大量のプレゼントが置いてあるんですよ。自分で置いたのか。悲しいな。いや、なんかこれに関してはあいつが置いてったんだよね。どうやら私が喜ぶものが入ってるそうなので、動画の最後に開封していくことにします。めちゃ楽しみ。いや、絶対ろくなもん入ってねえぞ。とりま、ベスト1の商品ラインナップでも見ていきますか。おお、今回も色々ありますねー。上から SCP-1176、2059、2398ですね。割と全部素材の収集難易度は低そうだけど。なんだこのミートって。バニラのアイテムじゃないよな。そうですね。グリモア・オブ・ガイアっていうモッドで追加される、可愛いモンムスのお肉です。いや言い方。モンムスのお肉はやべえだろ。その他にも、難易度調節のためにいくつかモッドを追加しておいたので後で説明入れますね。というわけで、このモンムスのお肉を手に入れるために出かけましょうか。あとこのモッドに関してはこのチャンネルの過去作で何度が導入してるので詳しい説明はそちらをご覧ください。おっと、どこからか迷い込んのか、ハチ娘さんがいました。非常に可愛らしいですね。おらしね。凶暴性高すぎて草。あれ、一発で倒せないのかこれ。待ってやばい。普通に強いんだけど、死ぬ。結局ハチさんは目的のミートを落とさなかったので普通に仮に出ます。いやちょっと待って、あいつら誰？明らかにグリモア・オブ・ガイアの敵じゃないんだけど。あれは、リカナイトモブスのモブですね。FPS ゲームのブームやヘク戦にインスパイアされたモブを多数追加するっていうモッドです。このモッドはバニラのバランスを壊さない絶妙な難易度かつ、モブが SCP よりのビジュアルだったんで追加しました。まあ、グリモア・オブ・ガイアもリカナイトモブスも試験的な導入なので、次回抜いてる可能性もあります。てかこの辺にいるモンムスは多分みんな目的のミートを落とすんですよね。ただ、一人を攻撃するとみんなで攻めてくるので、できるだけ仲間がいないところがいいな。よし、君に決めた。おや。このモッドのモブってやっぱ普通に強いよな。そうですね。その辺に湧くやつでも体力40ありますし、まあいい感じに難易度調節された感じです。おっと、目的のミート落としましたね。何個必要だったか忘れたんで一旦戻って確認してきます。てやべえ、めちゃめちゃ追いかけてくるやん。あ、3ついるっぽい。とりま、もう一回借り尽くしてきますわ。よしよし、3つ集まったし、日も落ちてきた。帰るぞ。え、ちょっと待って、なんかやべえやついるんだけど、はい。明らかに太刀打ちできなそうなのでさっさと帰ります。てか、前回と違って一気に難易度上がったからセキュリティ対策も万全にしないとな。空に浮いてる敵もいたし、屋根がついてないと襲われる可能性もあるかもな。襲われる可能性がある。だがそれがいい。ごめんちょっと何言ってるのかわかんない。それじゃあ早速、上の SCP から交換していきましょうか。あれ、あれ、おかしいな。素材はあるはずなのに、交換できないぞ。あ、交換素材の丸石、モンスターエッグじゃん。完全にミスったなあいつ。はい、魔法の力で直しておきました。というわけで交換します。はい、交換完了。いつも通り聞かせ持っていきます。何ですかねこれ。蜂蜜の入った棺？なんか、SCP-1176 の1を飲むには空の瓶が必要って書いてある。うわぁ、ちょっと待って、びっくりした。このハーピーどこから迷い込んだんだよ。SCP-1176 から現れたとかじゃないよな。いや、こいつグリモア・オブ・ガイアのモンムスですし違うでしょ。てかなんだっけ、空の瓶がいるんだっけか。そんじゃ、作ってきます。作ってきました。では、早速空の瓶を使ってみましょう。お、瓶にこの謎の液体が入りましたね。色的にはあんまり危なくなさそうだけど。お前それマシで言ってんの？あと、SCP-1176 の液体の水位が下がりましたね。これ組み続けたら桶の底が見えるかも。うわー、マジびっくりした。やべえって、開けたら人がいるレベルの衝撃だわ。え、何？もしかしてこの液体って死体の？やめて、やめて、この後絶対これ飲むんだから、想像させないで。てかこれ、多分もう一回救えるよね。あ、消えた。この死体、復活しないよね？大丈夫だよね？動き出す姿が容易に想像できるんだけど。それじゃ、この黄色い液体、飲んでみますね。いい感じにバフがついてくれることを信じて。お、吸収効果がつきましたね。やっぱいい液体だったんだよこれ。あ。やっぱ飲むんじゃなかった。あれ、牛乳飲みに行ってたらさっきの液体が復活してる。やったじゃん。これで何回でも飲めるぞ。やったー。ってことで調べてきたので紹
回行ってみましょうか。SCP-1176 は、死亡時にはおよそ35歳ほどであったと推定される、人間男性のミイラ化した死体で、SCP-1176 は臨床学的には完全に死亡しており、呼吸循環代謝の兆候は見られないものの、SCP-1176 の脳組織はほとんど変質しておらず、ステージ3のノンレム睡眠に一致する電気的活動を示しているとのことです。SCP-1176 の体内の生きた人間ならば体液があるであろう全ての空間は、SCP-1176 の液と指定された今時期の粘性液体で満たされており、検査の結果、SCP-1176 の液は科学的にはアナトリアミツバチが産生した白爪草の蜂蜜と同一の物質であることが判明しました。SCP-1176 の液は周囲の環境条件に応じた速度で SCP-1176 の毛穴から滲み出ているとのことです。で、この蜂蜜、実は高濃度の栄養食品と同等の栄養価を持っているんです。が、血液型が AB である人間にしか摂取できないとのこと。もし、血液型が AB 以外の人間が摂取した場合、摂取後4時間から10時間で重篤なアレルギー症状を示し、ほとんどの場合、死亡します。この時引き起こされる症状は、血液型が合わない輸血を受けた際に引き起こされる症状と一致しているとのことです。ってことで早速次の SCP を交換していきましょう。こちら、SCP-2059、肉の壁ですね。うわぁ、似たようなやつどっかで見たことある。いやー楽しみですね。早速交換します。よし、交換完了。じゃあ、今回は気分転換に紹介から先にやってみますか。まあ、知ってから見ると見方も変わって面白いよな。それじゃ、調べてきます。はい、では紹介行ってみましょ。今回持ってきた本家記事の画像なんですが、とても YouTube で見せられる代物じゃなかったんで超強めにモザイクかけてます。もうね、このモザイクでもわかるよ。やべえやつだって。で、吐きを取り直して説明を。SCP-2059 は自律的で感覚を持つ肉、骨、臓器の塊で、塊の全体は一見して、基地のいかなる人も対応しない巨大な黄色い感覚器官に支配されています。この、SCP-2059 は、自身の構造を自在に変更することが可能ですが、通常は外側を滑らかな肉で覆い、その内側に格子状に骨を配置することにより、重要な臓器と脳組織からなる塊の中心を保護する構造をとっているとのこと。で、この SCP-2059 は非常に攻撃的であり、視界内のあらゆる生物を殺害また波動化しようとします。そして、SCP-2059 に接触したあらゆる生物は塊に吸収され、塊の一部となります。まあこんな感じですね。本家報告書では面白いインタビューとか見れるんでぜひどうぞ。というわけで、早速、この蜂娘さんと SCP-2059 を接触させてみましょう。さっきの説明からして闇雲に配置するのは危険な気がするんだけど。まあ、そん時はそん時だよね。くらえ。おっと、液体に変化してますね。そしてあのタフな蜂娘を瞬殺。なんて恐ろしいんだ。あれ、ちょっと待って。これ、止まってくれるよね。おっと、世界終焉シナリオの再来か？いや、まあ、この動きを見るに大丈夫な気はする。とりあえず様子見。ひえー、止まってくれー。あ。でもこの液体、一マス高いブロックには乗り上げないし、普通に止まりそうだよな。まあ、再生数取れるから世界終焉してもよかったんだけど。実況者として最悪なこと言ってるからなお前。てかアイテム回収できましたね。よかった。おっと、動き止まってない？これ。ああ、なるほど、溝に液体が落ちたのか。これは単純に運が良かったな。今舌打ちしたよね。じゃあ次、このホームランバット行きますか。見るからに武器として使用できそうなので早速モンムスで試し打ちしましょう。もうなんか殴ったらすげえ吹っ飛んでくくらいしか想像できんな。まあ、多分そんな感じでしょうね。ちょっと待って。強くね、殴った瞬間に敵が爆発して20ダメ、さらに追撃で20ダメくらい入ってたよね。自分に対してデメリットもないし、ついに人権武器来たか？よっしゃ、これ一本あれば大抵の敵は倒せる。これから全ロスに気をつけねば。というわけで説明。SCP-2398 は長さおよそ110センチの簡素な木製の野球バットで、握る部分に径、オートや金が押されています。このバット、異常性が3つあり、1つ目の異常性は、約20メートル毎秒以上の速度で振ると、必ずホームランにしてしまうことです。ほぼ振ったらホームランってことか、こりゃとんだイカサマバットだな。そしてもう一つの異常性は、約20メートル毎秒以上の速度で生物に向けて振ると、バットと接触した瞬間、生物が爆発します。この二つの異常性のメカニズムは現在に至っても解明されてない。というわけで時間の都合上今回はここまで、最後にプレゼント開封をして終わりたいと思います。いやー、楽しみだなー。じゃ、開けます。うわあ、何やってくれとんねんあいつ。